nigga trying to walk with Christ. Yo, shine bright all for the Lord. 早くも対戦が決まりました。一直線でした。朝から回転して。1回戦は誰でもよかったんで、すぐ決まる相手を選びました。パリエス選手を見据えて戦っていれば、トーナメントは問題ないかなっていう。自分がライジン出る前から。そのテレビで見てたので、自分もその場に立ててるんだなっていう嬉しさは感じます、はい、でも朝倉選手なんかこういうことがなきゃ戦える相手じゃなかったからね。もうなんか覚悟決まってるような感じですからね。結構狙いに行こうと思ってますしね、今回チャンスがあれば狙いでの展開になったらなったで普通に勝負しよう。だからそうですよね、その堀口選手に勝つための練習ですよね、結局は。はい堀口選手見据えて戦っていればトーナメントは問題ないかなっていう、なんかしっかり強さを見せて、その周りが煽ってくれるというか、また見たいっていう声が大きくなれば必然的に決まってくると思うんで、もともとちゃんとそういうことを考え始めると良くないかと。普通に一選手として勝ち上がっていこうっていう、挑戦というか。おかえり。力あるじゃん、あいつ。そうだね。組んできてる相手さ、みんな結構バーンってこれで突き放してるんだよね、クリーチを。だからそう簡単にはこうくっつけない。シュートが生まれた時も、じゃあ、もうシューターでいらっしゃって。元気ですね。はい。なんか、その抱っこされたやつだけ覚えてます。変な、高いとこいるなっていうぐらい。シュートが誕生する前に、もうシュート。つけてますよ。北野先生がシュートって言葉、本当にシューティングの精神性を表す言葉で、戦いって北斗の音で戦いって呼んだらしいんですよ。で、戦いってのは何も格闘技だけじゃなくて、生きてる限り、自分との戦い、社会との戦い、いろいろあるけども、人として成長していくようにっていう意味合いの言葉なんですよ。付き合い長いよね、家族というの。そういうふうにシュートをやってほしくてシュートになってるわけじゃないから、格闘技ってのはあんまり考えてなかった。周りの目ではそうやってお父さんがやってたから、お父さんがこうちっちゃい頃から教え込んでみたいな感じで見てるけど、どっちかっていうと影響は母親の方の影響の方が。最近はあれですよ、私猪木のそれをずっとロッキーのテーマと、生まれてからも年中テーマってシャッ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 とか言ってやらせたいじゃん。柔道レスリングもやってたんですけど、やらされてたんで。やらされてた？はい。俺はもう絶対に無理だって言ったのに、無理やり連れてかれて、そのまんまやらされて。私が連れていくんです。でもね、赤ちゃんの頃って運動神経わかんないじゃないですか。だんだんこうね。本当に神経あんま良くないなっていうのに、ね、毎日どうやって今日サボろうかとかそういうことばっかり考えてて、とにかく遊びたかったんですよ、友達と。そしたらですよ、でも連れてきた彼女が格闘家ですよ。いいじゃないですか。その子しかいないって思う。親も自分の。いやね、こうやって言うとね、一人の時間とか好きな子だったのが、今ひかるちゃんといたいんですよ。そうですね。いないとつまんないんですよね、自分は。うそこ行かないで。どんな俺。今回行けますか。今回そう一応ね。まあ東京のもなんで。はい。井上選手、玉田選手、朝倉選手ってここでまた朝倉選手がやったのは正直ありましたね。なんかきつくねえ。でも朝倉選手なんかこういうことがなく戦える相手じゃなかったから、もうなんか覚悟決まってるような感じですからね。もうしっかり、そうそうそう。この世界入っていやーどうなるかなーってのはすごいあったんですけど、この子の能力で親はわかるじゃないですか。もう決してその特別才能や素質があったわけじゃなくて、誰でもできることを誰も真似できないぐらい一生懸命やったっていうだけなんですよね。お前本当によくここまで来たなっていう。格闘技だけ唯一自分で好きでっていうか、他は全部自分でやりたいと思ったことないですけど、僕はプロチャンピオンで息子だからエリートだ、サラブレッドだって言うけども全然違うんだよ。僕もそうだったし、怪我しなきゃいいなって感じだったもんね、シュートはね。優勝して当たり前だと思ってるんで、まあ、優勝しなかったら、できなかったらちょっと評価が落ちると思うんで、僕の責任というか使命じゃないですけど、まあ、このトーナメント優勝することが、僕の役割だと思ってます。きっと試合苦しい展開もあると思うんですけど、もう本当人生で多分こんな機会ないと思うので、それを目いっぱいも表現したいし。井上選手は大井久保選手が手を差し伸べていますが、そこは通過するか。石渡選手の隣に座りました。一番強いやつきました。で最初はなんでって思ってましたけど、そこに来るってことはなめられてるってことなんで、じわじわなんかあめんねやっていう気持ちが今湧き上がってきてますね。いやもう普通に強い選手とやりたいだけですね。全然モチベーションが変わってきますし、気合の入り方とかも全然違うと思うんで、強い選手とやりたいってだけでもう盛り上がるなら一石二鳥じゃないですか。いや誰とやっても勝ちます。優勝します。導かれるようにして今右手を差し伸べ、そして握手を交わした両者、この2人の対戦ということになります。しかしここから打倒局根性大久保博正、僕の生まれ育った岐阜県恵那市山岡町の名産の寒天をリングネームとして今までずっと戦ってきました。ご当地ファイターとして意地と執念で取りに行くんで、みんな楽しみにしておいてください。7年前に1回戦ってるんですよね。何回もテイクダウンしてバック取ったんですけど、逃げられてスルスル、僕酸欠になっちゃって、そっから逆襲されて。石渡玲と申します。よろしくお願いします。お願いします。なんか飲む好みになりますか。お茶いただいて。お茶しましょうか。さあ。近くなってきますよね。ストレート伸びますね。青、大井久保、予定勝者。またキャーって思って。はい。そう。塩谷さんも割とスンとして。でなんかその元々すっごい似てる人がいるなと思ってたんですよ。すごい似てるなんか人いないみたいな話してて、それが多分大井久保さんだったんですけど。やるたびに格闘家はみんなこうだからみたいなことをよく言うんですよ。その中の一つが全く服着ないんですよ。もう全部パンツぐらい履いたらみたいなことを言うんですけど、結構パンツも履かれてないんです。はい、格闘家結構こういう人多いよって人工的なものを身にまとっているとすごくもぞもぞしてる。そんなオーガニックな方なんです。そうなんですよ。柴田は来てます。格闘家ほとんどそうっていうわけじゃないんですね。いや面白いですね、見てて飽きないんですよ。さらけ出すのが好きなんで、今まで変に硬派大喜利みたいな印象がその当時と違うんだよな。俺もっとこういうやつなんだけどなっていうふうに思いながらやったらしいですよ。でもなんか最近やっと素を出せてすごい。全部に対して前向きです。全部に対して前向きです。僕もう衝撃的なインスタライブを見たんです。はい。ずっと京子さんが選手のモノマネをやるんですよ。1、2、3、シュート。髪が綺麗って言われるのは強いって言われるのと同じぐらい嬉しいです。すいません、本当にすいません。石渡慎太郎って言っていただいていいですか。石渡慎太郎。似てると思います。すいませんでした。本当にすいませんなと思います。いやだから絶対に言わないでください。もう何戦ぐらい見てらっしゃいますか。何戦だろう。10弱、はい、多分なんかまだ私5000社に行って1個だけ惨敗した試合があったんですけど、はい、ただいまよりバンタム級タイトルマッチを行います。はい、いやめちゃめちゃ苦しかったです。本当にその場にいられなかったです。今でも泣きそうになる。でもやば。情緒不安定。やばいよ。いやでもさっきまでモノマネしてました。思い出すだけで本当に。朝倉海に負けた時は本当にやめようと思いました。はい、もうやってる意味ないなと思ったんですけど、まあ、彼女だけはずっと支えてくれたんで、本当そのおかげで今頑張れてると思います。やっぱり結婚とかするためにお金必要なんで、そのために僕は戦ってお金を稼ごうと思ってます。はい、優勝したらプロポーズですか。はい、いやそれはリング上で言うかは分からないですけど、でも本当にしっかり優勝して安心させたいです。結構負けるといつもでも悔しくない。いつ終わってももう悔いはないっていう覚悟を持って。ヤッホー元気してるよ。シュートが最強だっていうことを証明するために今回Risingのバンタム級トーナメント出場したので、小田選手に勝つような方程式は立ててます。